国内男子ゴルフツアー、ダイヤモンドカップ第1日13日神奈川、相模原、7298ヤード、パー72賞金総額1億円、優勝賞金2000万円、無観客開催3シーズン連続賞金王を目指す。今平州割れ、28イコールフリーが5バーディー、2ボギーの69で回り、3アンダーで終了時点で2位につけた。インスタートの前半で4バーディーとスコアを稼ぎ、アウトの後半を1バーディー、2ボギーと耐え好スタートにつなげた。前半、インの方が簡単なので、前半伸ばして後半耐えた。マネジメントとしては良かったと作戦通りの展開を笑顔で振り返った。昨年と統合シーズンとなった今季は、なかなか調子が上がらず、優勝の結果が出ない。調子は悪くないが、ショットとパットが噛み合っていない。ショットがいい時にパットが入らなかったり、悪い時にパットが良かったりと分析。それでもこの日は、ちゃんとマネジメント通りにできた。こういうゴルフができたら、優勝争いもできると手応えをつかんだ。賞金王争いに加え、目標としている東京オリンピック五輪出場へも、そろそろ優勝が必要だ。五輪出場も6月に決まるので、そろそろ優勝したい。ここから調子を上げていきたいと巻き返しを宣言した。関連記事、錦織圭が東京五輪開催に疑問符、辞任が出てまでも行われることではない。桐生祥秀が100メートル予選でフライング失格、決勝進出逃す東京五輪テスト大会、松山英樹を最も苦しめ、最も助けた、シャウフェレ実は日本に縁ある親日家、結婚しているの？海外メディアが、松山英樹のゴルフ以外の部分にも注目。松山英樹、マスターズ V 賞金は2億2770万円。毎年違う、賞金額。